じゃん、皆さんこんにちは。今日の天気予報始めます。今日はあなたをじゃーん、カツラです。君を好きでよかった。今日はまずっとずっと死ぬまでハッピー。はーい、ということでですね、はい、いいでしょう、この T シャツいいでしょいいでしょ、はいって感じで、まあこれ無視していただいていいんですけど、はい、ということで久しぶりにですね、あの時事ネタ天気予報始めたいと思います。今ですね、本当にカーボンニュートラルっていうのがすごい言われていまして、私もう1日5回ぐらい聞いてますね、カーボンニュートラルって言葉っていうこともありますので、もうネタをね1個ずつやってる暇ない、本当にもうどんどん入ってくるからっていうことで、今日はカーボンニュートラル絶知編に関してスラスラ言うスタイルやってみます。イエーイ、はい、滑舌悪いのに頑張ってみる、イエーイ、はい、ということでですね、あの非常にね住宅に関してもですね、カーボンニュートラル大事なんです。っていうのは太陽光、メガソーラーね、もうなかなか作れないんですね。でなると、今残されてるのってカーポート、そして住宅の上、あとは農地なんですね。これで3つに共通してるの、何かの上にっていうことなんですよ。カーポート車の上でしょ、住宅は住宅の上で、農地はソーラーシェアリング、このなんかを育ててる上にっていうところなんですね。なので土地を作るっていう概念なんですね。はい、そうなんです。日本はね土地あんま多くないですからね、豊かな自然もありますから、そう、なかなかね、あれなんですね、新しく作ることできないですからね。っていうことで、今日はその住宅版絶知に関するものに関して、ね、時事ネタいきたいと思います。はい、ということで始めます。はい、はい、まずはですね、はい、国交省グリーン住宅ポイント制度の実施条項についてお知らせしますということですね。はい、これグリーン住宅ポイントっていうの皆さんご存知ですかね。はい、グリーン住宅ポイントっていうのはですね、これ住宅を建てる方だったり新築でリフォームをされる方ですねに関しては、これ省エネ性能っていうのをですね取り入れると、なんとポイントがもらっちゃうんですよ。はい、これですね、新型コロナウイルス感染症の影響によりですね、落ち込んじゃった経済回復を図るため、一定の省エネ性能を有する住宅の新築やリフォームに対して商品や追加工事と貢献できるポイント、グリーン住宅ポイント制度というものが始まりましたっていうことなんですね。で、この新築したりですねリフォームした時に省エネ性能を持たせるとポイントがもらえるんです。嬉しい。はい、で、そのポイントの申請状況というものが今出ています。令和3年度4月末時点でどうかというとですね、はい、今新築住宅に関しては1030戸の住宅に関してグリーンポイントもらえてるんです。おめでとうございます。はい、リフォームに関しては141戸もらえてるんです。おめでとうございます。はい、ちなみにですね、ゼッチとかっていうね、はい、ゼロエネルギーハウスに関しては新築もリフォームもどちらも OK ですからね。はい、ぜひリフォームもしていただければと思います。で、この住宅のグリーンポイント何に交換できるかですね、ちょっと調べてみました。これね、コロナ新しい生活様式に関してっていうものに、交換できる、あと省エネ系だったりね、いろんなね生活に関するものに交換できるってことなんですけど、結構多かったんですね。いろいろね、食品だったり医療品、あとね、カバンとか、あとねお酒もありましたね。あとあのスポーツ用品ありました。あとキャンプ用品、自転車なんかもあるんですね。あとベビー用品とかね、いろんなものがあってですね、ちょっとびっくりしたんです。私だったらこれはもうスポーツサイクルがいいなっていう風に思ってます。こんな感じで、省エネ住宅作ればいろんな自転車をもらえちゃうポイント、ぜひご活用ください。はい、ということで、はい、1個目のニュースでした。はい、次ですね、はい、積水ハウスのお話です。積水ハウスとタイムズ24、これ駐車場のですね、とタイムズモビリティが業務提携契約を締結。はい、おめでとうございます。締結おめでとう。はい、で、積水ハウスっていうのはですね、賃貸住宅シャーメゾンですね、シャーメゾンやってるんですけれども、こちらに併設の駐車場にタイムズのシェアリングカーのサービスを導入しましたっていうことです。ライフスタイルの変化に対応した新たな価値提供と利便性向上へということで、はい、リリースが出ております。はい、おめでとう。はい、これはですね、カーシェア、今あの流行りのカーシェアなんですけれども、今ね住宅あってもですね、なかなか車持たない方
方多いんです。特に都心の方、うちのお兄ちゃんがもうほんとその典型です。で、うちのお兄ちゃんなんとですね、このシャーメゾン住んでたんですよ、最近まで。でもこのコロナ禍でね、家を買い上がりまして、今ね、シャーメゾンに住んでないんですね。これ住んでたらね、私も見に行かせてもらいたかったんですけどね、もう引っ越しやがってこの野郎、コロナ禍で家買ってって感じなんですけれども、このシャーメゾンというマンションで住むとですね、このタイムズのモビリティ、車使えちゃうんですね。嬉しいですね。はい、ということで非常に便利になってます。このタイムズのカーシェアね、私も使ったことあるんですけど、これネットで15分単位でですね、予約取れるんですよ。で、今から15分後に通過をって言って、近くのタイムズで空いてたらね、乗れちゃうんですね。非常に便利な仕組みになってるんです。はい、おめでとうございます。はい、はい、今度ですね。はい、じゃあ次のニュース、はい、アキュラホーム、アキュラプライムを始動っていうことですね。はい、これアキュラホームさん、これぜひね、ホームページでね、検索してもらうとすごいんですけれども、アキュラプライム、これすごいですね。はい、アキュラホームグループさんっていうのはですね、はい、東京都新宿区にありますのは、40年以上培ってきた技術力、ネットワークを集結したプロジェクト、アキュラプライムを始動しますっていうことなんですね。これほんとすごいです。高級住宅っていう感じみたいなんですけどね。はい、屋上ジャグジーが使える住宅、そして料理も楽しめる薪ストーブ、料理もできちゃうんですよ。地下のワインセラー、フランスかって、で、リビングに併設したプール、ドラマかって、テラスハウスかって感じなんですね。そんな住宅が作れちゃうシリーズを作ったんですって。私もいいな、プール付きのお部屋に住みたいなっていう感じなんですね。はい、で、これはですね、いろいろなプロの方、達人チームっていうのができてるらしいんですね。その達人チームがいろんなご要望を聞いて、かっこいいお家作ってくれるみたいです。あれみたいのがいいですね。何でしたっけ、スペースインベーダーじゃなくて、あれみたいがいいですね。サンダーバードみたいな。こうやって、パカッて開いてね、宇宙船がビーって出てくるやつね。ああいうのもできるんですかね。はい、ぜひそういうのね、やりたいと思ったらね、アキュラホームさんにぜひご相談、達人チームさんにね、ご相談いただければと思います。はい、おめでとう。はい。ということで、はい、次のニュース。次はですね、はい、YKKAP、文教社とコラボで、本当合ってんのかな、うんこおうちの安全ドリル、窓とドア塀を制作。はいはい、ということでですね、はい、窓ガラスの YKKAP さんが、これね、文教社というね、出版社ですね、はい、とコラボレーションしまして、小学生向けに窓やドアなどの安全の使い方を楽しく学べる冊子とオンラインゲームを制作しました。なんとその名前が、うんこおうちの安全ドリル、うんこ先生っていうのが出てくるみたいですね。大丈夫ですか、この日本一わかりやすい安全な、日本一わかりやすい、なんかね、冊子みたいな感じでね、あるんですけれど、そんな日本一なんか書いてないですね。はい、すいません。ということなんです。あ、日本一楽しいドリル、うんこドリルとは、うんこをモチーフにしたキャラクターを使用した日本一楽しいドリルですって書いてありますけど、大丈夫ですか？これ、子供大丈夫ですか？日本一、うんこ、おげ、日本一うんこの楽しいドリルですっていう感じですね。はい。で、うんこ先生、これ流行ってるらしいですね。で、ちょっと気になって、うんこ先生の特設サイト見てみたんですけれども、本当にうんこでした。窓とドアの話が頭に入ってきません。ただ、子供は好きかもしれないですね。はい。こういったアプローチもあるんだな、といった思った瞬間でした。はい。おめでとう。はい。はい、次ですね。住宅生産団体連合会経営者の住宅景況感調査、
はい、私が言うと何言ってるか分かんないってことなんですけれども、はい、経営者さんの住宅景況感調査、つまり住宅業界に関してどういう風に感じてますかっていったようなアンケートの結果が出たんですね。はい、令和3年度4月経営者さんが感じるその住宅市場の景況感どうでしょう。はい、回答者数は15社ですね。回答者旭化成ホームズ、一条工務店、大野建設、サイホームズでということで、もう名だたるですね、ハウスメーカーさんが並んでいますね。ということで、その統計、はい、まずですね、はい、これ景況感どんな感じかっていうところですね。令和3年1月から3月期実施したものと4月から6月期の見通しというところで回答が出てます。で、注文戸建て、注文住宅、戸建て分譲住宅、賃貸住宅、リフォーム全体ということで、それぞれの景況感どうですかっていうのを聞いてんですね。で、この令和3年度4月から6月期に関してはですね、ほぼ全ての方が 10% 程度以上をいいっていう回答が出てんですね。素晴らしいですね。拍手ということで、住宅業界盛り上がるみたいです、これから。はい、そうですね。ということで、はい、それを信じて、はい、住宅イエーイってことで、住宅業界盛り上がるみたいですね。ぜひ新築する際、リフォームする際は、ぜっちでお願いします。はい、おめでとう。はい、ということで、はい、最近の時事ネタ情報でした。菜園に関する、絶地に関する、お家に関する情報、よく分かったかな、よく分かったという方はぜひコメントください。分かんなかったという方もコメントください。なんもない方もぜひコメントください。お待ちしてます。ということで、はい、ということで、勉強星奈々ちゃんの時事ネタ情報でした。はい、皆さん今日もいってらっしゃい。